イブスキ神社は、鹿児島県イブスキ市東方にある神社。旧名、海門神宮旧社大名神、かつては、神宮神社と呼んだ。大昼めき命を主祭神とし、愛殿に、おこかみを合わせ祭り、拙者に、東宮、に竜宮、清宮、懐殿宮、西宮、姉姫宮、天上宮、荒人志宮を放祭する。主神と、八柱の神を合わせて、 海門モ神宮旧社大名人と唱え、1968年3月19日に、市内十二丁は座座に鎮座していた南方神社、竹港大の地を防止する。社殿によれば、慶運三年にこの地に行行した、天智天皇の遺品を報じて作られた、カツラ宮が、創始という。その後、上岸16年の海門だけの噴火により被災した、梅木神社を、避難宣宮し、 海門神宮旧社大名神と称するようになった。明治になって、イブスキ神社と改称し、合社に列した。現在は、丹立神社である。現存する社殿は高下4年、島津成之によって建てられたもので、本殿は、入りもや造りつま入り、石像の鳥居は、鹿児島市の高月五国橋を作った、日五国石膏、岩永三五郎の作、長寿鉢は、 図書広里の寄進による。社殿は本殿、毎度の拝殿、直子殿を一列に廃し、直子殿の左右に東町長、西町長を備える建物群である。以上の社殿はソークスの木造りで、当寮は麻生哲也である。社殿は1992年3月2日にイブスキ市の有形文化財に指定。ありがとうございます。